にちは。名古屋ピアノ調律センターの橋本と申します。この度当社ショールームに新たに非主体ピアノが入荷いたしました。ということで今回は早速ドイツのピアノ3台で弾き比べをしてみようという動画でございます。世界3大メーカーのスターウェイ、ベヒシュタイン、あとは創業200周年を迎えたザンタン、今回はこの3台のアップライトピアノで弾き比べてみました。それぞれの音色の違いを比べてみてください。それではどうぞ。いかがでしたでしょうか。弾いてみた感想としましては、特に低音部や繊細な音を出そうとした時にそれぞれのピアノの個性が際立つように感じました。やはりベヒシュタインやスタウェイは、音色の表現が幅が広いので、よりこう自由度が高く弾きやすかったですね。またザルターは本来の音色の温かみが感じられたので、弾いていて心地よく感じました。動画では拾いきれない音色や、響きの余韻などはございますけども、少しでもそれぞれのピアノの魅力が伝えられましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。